こんにちは。明日26日は日本列島を挟むようにして低気圧が進んできそうです。二つ玉低気圧というタイプですね。今回は、南の方の低気圧も比較的陸地に近いところを通る、そんな予想になっています。そして今回の大きな特徴として、低気圧に伴って上空に非常に暖かい空気が入ってくるということです。一番南のピンク色の線ですが、このピンク色の暖気は、もし晴れれば気温が25度を超える夏日になるような、それぐらいの暖気です。そして別の天気図を見ますと、ピンクの部分、ピンクで塗った部分ですね、これは非常に湿った暖かい空気です。梅雨時に匹敵するぐらいの空気です。これが日本列島に向かってどっと流れ込んできます。それから赤で囲んだ部分、上空を強い南風が吹いています。南から湿った暖かい空気が大量に流れ込んでくる様子がわかります。暖かく湿った空気は雲を作る材料になりますから、全国的に雲が発達して雷を伴った強い雨が降るかもしれません。今後の気象情報にご注意ください。ご視聴ありがとうございました。